こんにちは。日本語で初めてご挨拶します。エグゾスヒオルズのディレクター、チェ・ヨンジュンと申します。どうぞよろしくお願いします。2021年5月28日、エグゾスヒオルズのサービスが1周年になりました。本当に皆様、ありがとうございます。皆様のおかげでここまで来ちゃいましたね。これからもよろしくお願いします。今度はディレクターとして日本の皆様にお伝えしたいことがあります。何かというと、これからのエグゾスヒーローズの向かうところが何かということを簡単に説明したいと思います。興味ない方は右上のスキップボタンを、ごめんなさい、説明を始めます。まずストーリーをもっと深く強く。エグゾスヒーローズはもともとたくさんのキャラを集めて育成させながら楽しむことが目的のゲームだと思います。このような面白さをもっと強くさせるためには、魅力的なキャラを作ること、そしてこのキャラを魅力的がちゃんと見せるストーリーが必要です。どうすれば今より深くて魅力的なストーリーを提供できるのかを考えた結果、メモリアルサーガーというコンテンツが生まれました。その他にもストーリーが強くなるようなコンテンツを準備しているので期待してください。2つ目は楽しめるいろんなコンテンツを開発すること。エグゾスヒーローズは現在多様な種類のコンテンツを開発中です。ゲームの本質である主従芸を基盤にしたコンテンツではなく、戦略性を要求する特別なコンテンツを通じて新たな面白さを提供したいと思ってます。私たちはいろんな面白さがある特別なゲームになるように常にチャレンジします。3つ目はユーザーの皆様の声を聞く。エグゾスヒーローズはユーザーの皆様からのさまざまな声を聞きながらサービスを続けていくことを目指しています。これはもっと重要なのですが、出力的にまだまだです。頑張って努力していますが、どこかで見落としたりミスばかりですね。本当に申し訳ございません。言葉だけではなく継続的な行動を見せて、ユーザーの皆様の信頼を得ることが最も重要だと思います。いつか皆様に満足できる完璧にアップデートを終わらせるエグゾスヒーローズになれるように頑張ります。今回1周年記念でこの映像を準備しながら、自分がただ喋るだけではなく皆様の興味がありそうなものを準備してきました。8号回です。メモリアルサーガーの開発の動画です。メモリアルサーガーはメインストーリーで表現できなかったキャラたちの隠された物語をお伝えするコンテンツです。可愛らしい SD キャラたちと共に、これまでなかった時間線と空間で新しい物語と出会うことができます。メモリアルサーガーの最初の主人公はノースボーン・フロスティの王子レインジです。隠されたレインジの物語を楽しみにしてください。そして日本の運営を兼でご報告あります。日本でサービスを始めた時から今年の5月までエグゾスヒーローズの日本運営を担当していただいた会社との契約終了に伴い、これから LINE ゲームズで直接サービスを提供する運びとなりました。足りない部分は補いながら、より感謝の気持ちを込めてサービスを提供できるよう努力していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。日本でサービスが始まり、すでに1年が経ちました。これまで無事にサービスを続けてこられたのは本当に皆様のおかげであり、いつも感謝の気持ちでいっぱいです。これから皆様からエグゾスヒーローズが
結構いいゲームだったなと思われるゲームになるように一生懸命頑張ります。サービス1周年を一緒に迎えてくれて本当にありがとうございます。